スマタンをご覧の皆さん、おはようございます。関西国際大学の太田大成です。兵庫県多可町出身の太田大成、身長181センチから投げ込むストレートの最速はなんと157キロ。10月4日の試合ではプロ野球12球団のスカウトが見守る中、14奪三振と圧巻のピッチングを披露しました。どこの球団に行ってもしっかり一軍で、勝負できるようなプレイヤーになりたいなと思ってます。憧れの選手、すごいなって思うのはやっぱり大学の OB の先輩でもあるあのロッテの増田さん、緊迫した場面を任される投手で、まあ、しっかり結果も残されているので、まあ、本当に尊敬します。力強いストレートでどんどん勝負していきたいと思っているので応援よろしくお願いします。続いては即戦力として期待されるこちらのピッチャーです。スマタンをご覧の皆さん、おはようございます。京都産業大学硬式野球部主将の北山浩樹です。京都市出身、北山の最大の武器は最速153キロのストレート。球速以上にキレ、伸びを見せるストレートでバッターを翻弄。大学の先輩、オリックスの平野佳寿を目標にプロ入りを目指します。ストレートだったりフォークだったり、そういう技術面の部分もすごいもう参考にさせてもらってるんですけど、コンディショニングの部分をあのかなり徹底してされてるっていうところで、今も長く現役で続けられてると思うんで、そういうところ一番あの尊敬して参考にさせてもらってます。やっぱりストレートが一番の自分の武器だと思ってるんで、まあ、その伸びのあるボールで、空振りを取ったり、ファールを稼いだりというところで、投げるのが自分のスタイルだというふうに思ってます。ドラフトまで残り、あとわずかですが、精一杯頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。